江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、記事の方は日本の話題なんですけど、日本伝統工法で作られた木蓮衛星が夏に打ち上げ警告の反応ということでご紹介していきたいと思います。くーちゃんお願いします。木蓮衛星、寿命を全うした人工衛星と宇宙軌道に漂うロケットの残骸など宇宙ゴミが9300トンを上回る。本格的な宇宙探査時代を控え、宇宙ゴミが危険要素として浮上すると、これに代わるための案として木材衛星が開発されている。早ければ今夏この衛星は宇宙に打ち上げられる予定だ。4日、科学界によると、日本宇宙航空研究開発機構 JAXA と NASA が合作して作った世界初の木材衛星は、今夏の打ち上げを控え、最後の耐久性テストを行っている。京都大学農学研究科の村田浩二教授研究チームは、日本最大の木材会社である住友林業と手を組み、2020年4月に木を使って持続可能な衛星を作るディグノステラスペースウッドプロジェクトを発表した。2022年3月から昨年1月までの290日間、国際宇宙ステーション ISS で運営する日本の実験モジュールである希望で、木蓮、山桜、白樺など3種類の木を対象に宇宙露出実験を行った。宇宙放射線露出試験など極限状況でも変形が起きずに耐えられるかが実験の最大の鍵だった。ISS に滞在していた日本宇宙飛行士の若田光一が直接機をモジュールの外に設置しデータを収集した。その結果、機の標本は宇宙空間の顕著な温度変化と太陽エネルギー粒子線などに10ヶ月間露出する極限環境でも亀裂と曲がり、剥離、表面損傷などの変形が発生せず、質量変化も見られなかった。はい、3つの木材のうち人工衛星製作に最終的に選ばれた木は木蓮だ。木蓮は相対的に軽く、他の機種に比べて安定性に優れ、木材人工衛星プロジェクトに適した木に選ばれた。衛星製作作業には、日本伝統工法技術を保有した滋賀県大津市の黒田工房が参加した。木材の変形と破損を減らすため、凹凸を利用して釘と接着剤なしでも固定可能な伝統方式を適用した。木で作った衛星が登場した理由は、宇宙開発の持続可能性確保のためだ。地球の軌道には未作動の人工衛星ロケット本体やロケットから分離されたペアリングとブースター、壊れた宇宙船の破片など宇宙ゴミを含む人工物が9300トン以上浮かんでいる。宇宙ゴミは低軌道で秒速 7.4 キロ、静止軌道では3キロの速度で回る。弾丸より速い速度であるため、いつでも地球と正常に作動する衛星に大きな脅威になりかねない。宇宙ゴミはチタンやアルミニウムなど光沢金属で作られ、夜空の明るさが 10% 以上増加する光光害の主犯にも挙げられる。ディグノサットは今夏 JAXA と NASA が共同発射する予定であり、成功すれば世界初の木材人工衛星が誕生することになる。研究チームは衛星が寿命を終えた後自己分解できる技術も開発しているとして、生分解可能素材の人工衛星が宇宙ゴミによる被害を減らす第一歩になることを期待すると明らかにした。はい、ということでね、今コメント見てたらなんか退化してるみたいって言われて書いてあって笑っちゃった。いや、よりね、より原始的なもの、原始的というかシンプルなものに戻ったって言うんですよ、これは。はい。まあ、退化っていうか、まあね、結局、まあ、いい素材を探した結果だ、こうなったってことでしょ。はい。じゃあね、こちらに対して、警告の反応行ってみましょう。まあ、退化とも言うけど。我が国が半導体、自動車、日電池で愛国に酔っているとき、先進国はすでに宇宙に気を配っている。宇宙ではかなり後進国だ。頑張らなければならない。7.1。固定観念から脱皮して斬新だね。3.0。そうだね。もう少ししたら段ボールで作るんじゃないの。1.1。凹凸工法、渓谷の伝統家具技法であるチャマッチュム工法じゃないの。猿たちが穴蔵生活をしていた三国時代から使ってきた。また何言ってんの。チャマッチュム工法、そんなのあるんだ。みんなが好きな段ボールにしたらいいのになんで。0.1。
だ、うん、まあ、ダンボールでもいいんじゃないの、別に。やってみれば。じゃあ、お前らやってみればいいじゃん。宇宙行って。はい。じゃあですね、こちらチャットの反応行ってみましょう。ダンボール無理か。やっぱ。ダンボール無理か。はい。じゃあ、上の方から行きますかね。お前ら伝統のトンスル天領で作った衛星を見せてくれよ。占領箱。日本の木材技術は間違いなく世界一。技術はすごいけど、木製で作る意味ってあんまりなくね。でもあれじゃない、宇宙に優しい素材を使うって意味じゃないの？は、お前らには1ミリも関係ないだろ。こっち見るな。ところで、お前らって ISS に何か施設ってあるの？水分も空気も細菌もない場所じゃ腐食しないんだから、木星でも特に何かあるかってこともなさそうだけど、落ちたらあっという間に燃え尽きるだろうし。ああ、そうね。木は鉄より軽いから、その分物乗せれるね。ああ、そこ大事だよね。軽さ大事だよね。そうだよね。ペイロードあるもんね。前脇で作ると言ったら笑ってたよな、わらわら。木蓮の木ってそんなに丈夫なんだ。木材が宇宙にとって有害じゃないのかわかんねえけどな、いろいろやってみるしかない。木蓮の木もそんなには日本に自生してないが、木蓮、僕の地球を守ってって漫画のヒロインだった記憶。木は温度差に強いから、南極の居住区の建物も確か木製だったと思う。これなら大気圏で燃え尽きるから排気楽だね、わら。実は木材は一般的に人工衛星に用いられるアルミ等の金属に比較しても遜色ない飛強度、重さあたりの強度があるんで使えるんだよ。2019年から研究してんだよ。デブリにならないように使い終わったら燃やせるってことですね。地球でも後進国だから逃げ出した方がいいと思うよ。そんなのあったのに鉄筋抜きしてりゃ世話ないな。宇宙に酸素はないので燃やせない。大気圏に落としてって言うなら別ですけど。なるほど、地球に落ちる時に燃えるから宇宙ゴミにならないのか。ガムテープぐるぐる巻きにすれば宇宙に行けるにだか。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひ、こちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。